命された。やめろ、やめてくれ。勤王の獅子ってのはみんないい声で泣くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜、新選組の名を天下に轟かす。なあ、局長。あれ、なんだか頭か。鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちでやられたらしいじゃねえか。相手はあの人斬り伊蔵。そういや、鈴木三木三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に抜擢したんじゃなかったか。こいつは伊藤一派に、あと伊藤派で残ってんな。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来の近藤派なんですから。だがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁には副長く。いい加減にしろ、佐之助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆。へいへい。土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だの、どの道場出身だ、当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもないですよね。無論だ。もういい加減本題に入りませんか。私のように人中報告のため新選組に入った人間には、司令官だの伊藤派だの、そういった浮ついた話は飽き飽き。相変わらず固いね。私は勤王を謳い、京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが許せないだけなのです。副長、どうか本題に。噂によれば。ああ、今夜新選組。昨夜監察の役、名前は古高俊太郎。実は大量の火薬やと。それを吐かせるために、そして白状したところ、勤王志士40名による大規模なんなんや。御所放火、連中はた。ちょっと待ってください。勤王って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き払う。御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一気に皆殺し。なら狙いはわしらっちゅうことか。何おもろそう。いや、奴らの真の狙いは我を火災に乗じて御所から帝を。奴らの狙いは帝を手に入れて倒幕の勅命を出させることだった。結局連中は帝なんてことだ。で、わしらは何をやればええんや。その40人をとっ捕まえて。まあそう焦るな。
実は今監察の山崎、おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに。我々新選組は。よっしゃ、気持ちが乗ってきた。せやけど40人もの金の支持相手となるとどう戦って。んなもん切って。お前はそれでいい。せやけど公衆流軍学を極めるわしとしてはもっと無駄のない大将組に狙いを絞った戦いをしたいんや。そないな賞金目当て。金がないことには大副長、せめて誰が敵なのかな。主犯格は長州の吉田利麿という男のようだが、この計画には長州では酒井、北野、土佐藩では永井、佐々木、中岡とかいう男の名前が。なんだと。ん、いや、そしたら吉田利麿を取れば報酬は。まあよし、それじゃあ私と伊藤さんは夜までに襲撃の手、我々が普段と違う動きをすれば連中に襲撃を。斉藤君、ではまた。はじめちゃん。おこないな人数相手にすることあんまりないで。亀の甲羅に人の顔。うちも旅館行きますわ。いや、それより中岡は来てるか。中岡さんやったら。そうか。坂本。中岡、金の字。ああ、お前も一枚。ちょっと待て。新選組に捕まった古高俊太郎って男が白状した。40人の金の字。まさか。新選組は今夜そいつらが今日のどこかで会合を開くとみて襲撃の準備を整えている。もしあんたもそこにいれば。なる。あんた。俺がそんなもん。だいたいいくら勤労のためとはいえ御所に火をつけりゃ。町の人間が何人や。まったくだ。だがその一味には土佐の人間も絡んでいるらしい。土佐じゃよくある名前だ。俺じゃねえって。まあ、とはいえそいつらが新選組にやられるのを見殺しにする。連中に新選組の襲撃をし、
そんなことだって。さあな。確か長州の吉田としまろって男。吉田としまろ？勤皇派の大物じゃないか。武市ともつながっていた。何？わからんが、少なくとも京を焼く。あいつ自身はもう土佐に戻ったが、さ、武市がこんな計画に乗ったっていうのか。お前にとっちゃ複雑。いくら勤皇のためとはいえ、自分の京だが、とにかく今は吉田と。あんた仕方ねえだろ。お前は新選組に戻って普段通りにしてろ。そうだ。お前はじゃあ、ああ、斉藤君。あれ、知り合いか。ああ、いえ、お顔だけは。邪魔したい。待ちたまえ。君も、君とどういう。いや、どうもこりゃ。すいません、失礼します。待て。え、落ち着け。なんだと。この情報屋はたまたま私と君に雇われていたようだが、お互い、つまり君が私に知られたくない情報、私が君に知られたくない情報、このだった。切るしかあるまい。君がたまたまこの場に現れたのが、知らぬが仏。あいにくだが、それに俺は知る。カラス、私はそろそろ豚書にも今夜。そこのお前、お前や。今日はついてない。
勘弁してください。戻ったか。なんだ。金の池田屋と四国屋って宿だ。連中は。そうか。どっちかはっきりするまでは隊を二つ。君の三番隊は私と。ああ。金の獅子が集まるのは池田屋か四国屋か。四国屋。結構。そしたらわしは
俺もどっちだっていい。ああ、気ぃつけ。おう、わしは起きたらと一緒に行く。斎藤。またお前か。そんすぐに土蔵へ来いとな。斉藤君、こっちだ。こいつは見てわからんか。おもろい。そう。やめてほしければもう一度だ、古高。特に腕が立つのは。吉田はよう知らんが、桂は新道無念流の免許、剣も相当の腕やが、それ以上に逃げ足が。桂は長州の頭脳とも呼ばれる天才。一番いいのは生け捕りだが、ああ、いいか、カツラにしろよし、それ以外の大使がかかっていっても無駄。言われん。それよりそろそろ時間や。ああ、わかっている。だが、と。you
斉藤君。今獅子どもの会合を見つけたら合図。ここが当たりか外れか。勤皇派の会合が行け。ああ。ふん。さすがに落ち着いたものだな。ところで、どうしてそんな。いや、松原がやけ。なあ。そういうのは入隊。なるほど。大した理由はない。そうかな。君ほどの腕があれば、勤皇だろうが幕府の犬だろうが、どっちでも俺を高く買ってくれるところへ行くまでだ。なるほど。聞いているかもしれんが、私はもそうだった。300年前の祖先が百姓だったというだけで、私もガキの頃は一生百だが、本物の脅威を目前にして、力さえあれば百姓でも心ず。近藤勇にはそれがあった。私は幕府の、いやな、いずれ私だが、余計なこと。それが、そういや、副長、勤皇志士たちはいる気配もありません。とすると、池田屋です。志士の会合は池田屋。聞いたな。こちらです、副将。斉藤君、池田屋に入ったら。斉藤君、
長く斎藤か、油断したわ。が今日焼こうとしてナクラ下がった。見事や斎藤。せやけどまだ桂子奴を捕まえ。Come on.